超初心者のゼロから始めるブログ作りは今回が3回目になります今回はワードプレスにテーマのインストールをします今回使用するのは無料のテーマで利用者も多いコクーンを使用させてもらいます今回もブログと連動していますのでそちらも参考にしていただけるとわかりやすいと思いますブログサイトはこちらになります ワードプレスのテーマというと何だろうと思うかもしれませんがブログデザインのひな形のようなものです皆さんが普段目にしているブログもほとんどテーマを利用していますワードプレスには最初からいくつかのテーマが用意されていますがこのサイトのテーマは刻ンというテーマを使用しています 同じ記事でも色や配置を簡単に変えることができ、好みのデザインにすることができます。それではインストールをしたいと思いますが、インストールの前に注意点がありますので確認しておきます。超初心者のゼロから始めるブログ作りを1から進めてきた場合は問題がありませんが、念のため確認しておきます。X サーバーのサーバーパネル画面を開いてください。 PHP バージョン切り替えをクリックしますドメイン名選択画面になりますので Wordpress をインストールした独自ドメインをクリックします切り替え画面で PHP7.314 確保推奨になっていれば大丈夫です Wordpress のバージョン確認はダッシュボードの更新ボタンをクリックします最新バージョンの Wordpress をお使いですとなっていれば大丈夫です 国運はワイヒラさんのサイトからダウンロードしてくださいブログサイトの方にはこちらの方のリンクも貼ってありますサイトに行くとこのようなダウンロードボタンがありますので両方ダウンロードしてくださいダウンロードしたファイルはどこにあるかわかりますか通常ですと PC のダウンロードファイルの中にあると思います国運マスターと国運チャイルドマスターが見つかりましたか ダッシュボード画面の外観にあるテーマをクリックします。新規追加ボタンをクリックします。次にテーマのアップロードをクリックします。ダウンロードした国ンファイルを選択します。ファイルは圧縮ファイルですが、回答はしないでそのまま選択します。最初はマスターをインストールします。マスターのインストールが完了しました。テーマのページに戻るボタンをクリックします。 国運の親テーマが追加されています。次は固テーマを追加します。新規追加をクリックします。チャイルドを選択します。チャイルドが選択されていますので、インストールをクリックします。チャイルドのインストールが完了しました。テーマのページに戻るをクリックします。国運のチャイルドテーマも追加されました。 有効化するのは親ではなく固定マですので注意してくださいチャイルドにカーソルを持っていくと有効化というボタンが表示されますのでクリックして有効化します有効化されるとサイドバーにも国運設定が追加されますお疲れ様でしたこれで国運のインストールが終わりました次回は国運の基本設定を行いますので是非ご覧ください